デボン島とは北極海に存在する島の一つであり、現在のところ世界最大の無人島となっている。カナダヌナブト順州に属する。デボン島の面積は約5万5000平方キロメートルで、これは世界の島の中では第27位、カナダでは第6位、同国クイーンエリザベス諸島では第2位の面積を持つ島である。日本の島との面積比は、 本州の24%、北海道の66%、九州の1.49倍、四国の3.01倍の面積である。先カンブリア大の変魔岩、古生大のデ霊岩と結岩でできている。最高地点は、標高1920メートル、いくつか小山脈がある。比較的高い標高と高緯度のため、大型の動物はほとんど存在せず、わずかな邪行牛と小鳥、 小動物のみが生息している。夏には稀に摂氏10度を超えることもあるが、冬は低く摂氏50度近くにもなる。年間を通して気温が低く水分が大気中に存在しにくいため、砂漠のように降水量は非常に少ない。デボン島にはホートンインパクトクレーターと呼ばれるクレーターが存在する。これは約3900万年前に直径 約2キロメートルの隕石が落下したことによって形成されたものである。このクレーターの直径は約2 3トルで現在は湖になっている。ありがとうございます。